皆様こんにちは、山芋です。今日ご紹介したいのはこちらですね。収集ツールのレアレンチャーです。バトルパスの中に入ってるものなんですけども、こちらスタイル変更ができるというのでちょっと確認していきたいと思います。でいつもだったらね、スタイル変更って言ったらこんな感じで色が変えられたりとかねしたんですよね。これもいろんな色がねあったりとかしたんだけども、今回は形が変わるんですよね。これはチャプター2シーズン3からの仕様ですね。これはほんと初めてです。別スタイル選択可能って書いてますね。で最初の絵はね、この2つ持ちになってるんですけども、2つに分かれてるやつがね絵に載ってるんですけども、この縦長の方がこのスキンジュールズが常にこう持ってるやつがそうなんですよね。まあちょっと反対側にもね片っぽだけのやつ持ってるんですけども、ちょっとちっちゃいから違うのかなとか思いつつ、多分ねこの左手に持ってるのが縦バージョンのやつだと思います。でこのツルハシは試合中に変えることができなくて、試合に行く前にスタイルを変更するっていう形になってます。こちらが長い方のツルハシになりますね。ちょっとね見てみようかな、ゆっくりと。ちょっとミニポ飲んじゃってますね。さあ、ツルハシ出して、はい、スピードをスローモーションにしてみました。こんな感じですね。ちょっと見にくいですけども。はい、やっと止まってくれたんで確認していくと、こんな感じでアップで見ると、なんかすごい模様が入ってますね。ごつい感じがします。こんな子が持つと、なんかごつい感じがするツルハシも、なんか可愛く見えてくるんですが、そんなブサイクじゃないかなって、ちょっと個性的だなっていう感じですよね。まあ、ちょっと目立つかもしれないな。なんか歯車がなんかのめり込んでるような、なんかそんなスパナーみたいな感じですよね。これが、両手で持つタイプですね。2つに分かれてる方ですね。音はね一緒です。ちょっと気持ちちっちゃくなったかなみたいな感じですよね。ロビーにいる時に持ってるやつよりもなんか若干大きく見えるのは私だけかな。さっきの長い方のやつが2つに分かれたっていうよりもなんか別物っていう感じがしませんか。こっちの方がごつくないので目立たないかもしれないですね。いつもはね色が変わるだけだから、スタイル変更ってスタイル選択可能って書いてるけど色が変わるんだろうと思ってた方、実は形が変わるので、まだチェックしてない方はぜひぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またねー。